お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちら 2.2 個月やっていきたいと思います。ということで、ちょっと変わったね、ミラー入りの、そしてマイティーも入ってる枯渇デッキがね、今話題です。ということで、今日こちらやっていくんですけど、こちらですね、なんと普通にマルチ上位で使われてるデッキです。で、まあ、今の世界3位のこのライリーっていう、まあ、海外の枯渇プレイヤーとかが主に使ってるかな。多分この人が考えたデッキですね。で、ルーカスとかも、マルチで使ってて、このデッキはね、面白いね、強いねってツイートされてました。ということで、めちゃ強いらしいので、これじゃないです。こっちですね。はい、こちらで今日はね、やっていこうと思います。で、トラゲーしたかったんですけども、マイティがね、全然ユニレベ12とかだったんでね、ちょっとグラッチェで。いきまーす。いってらっしゃい、ファイスピー。で、まあやっていくんですけども、マイティがね、マルチ枯渇以外にも前シーズンからかな、結局強化されてから、マイティウォールブレイカー 5.2.6 のやつであったりとか、ちょくちょく使われてますね、ガチで。なので、普通にもう強カードですね。もう強いカードの仲間入りしてる気がしてます。で、まあ何が強いかっていうと、まあ単純にこの火力が高いんですよね。インドラみたいに火力が出るので、もうこのゴレを溶かすのに対してとかすごい優秀ですね。よいしょ。ここですね。で、ここはちょっとね、あのホバ厄介だったんで、飛ばしつつのサファイスピで、いやーいい。強くね。さあ、まあゴレとか、まあジャイロイジェとかでも何でもなんですけど、ただただ、防衛ですね。本当に多分、マイティが攻めで活躍するのは、ないと言ってもね、いいです。ないです。はい。で、これスケブかなんか、どうせ小物が来るだろう。ボケー飛んでけ雪玉おいさあ。ってことで、雪玉も、ゴブリンバレルに対してというか、同時にね、飛ばすと、まあ、ユニット出てきてもぶっ飛ばしてくれるんで、いいですね。で、またゴレに対して、マイティ。これ、やっとけば、今回のゴレクロには良さげな気がしてますと。で、まあ、マイティが、例えば、刺さんないアイテム出てくるんですよ。というと、なんだろう。その、あ、これ間に合わねえか。この吹き矢。まあ、どうせ穴埋めでいかれるしか。そう、間に合わない、ん？何を言ってたっけ？そう、マイティが活躍しない相手ですね。がいるんですけど、まあ、そういう相手は、ですね。マイティをとりあえずケツから出しとくだけでもいいんですね。ケツから出しとくだけでも、カードサイクルがね、やっぱマイティのおかげで崩れるんですよね。よいしょ。バカで、大大、ぴょん。さあ、緊急回避です。マイティ出すと、カードサイクルぐっちゃんぐちゃになるので、3枚でもあるんですよ、カードが。なんで、マイティが場にいる、ゴブリンバレルを飛ばす、でミラーもあるので、もう一回ゴブリンバレルを飛ばすで、なんだ、もう、それにチチョンってユニット出せば、それだけでね、なんとかなるっていうので。よいしょ。これマイティのバックアもいいですからね。カードサイクルがずれるのがね、まあ結構でかいかな。さあ、で、ここでクローン来てもウッドがあるので、でさあ、この間にね、どんどん攻めてあげると、相手はね、防衛穴雨だったり。いやー、穴雨かい！スケブでね、守ってくるサイクルがね、あるので、さあ、ここですね。ここ相手、もう確定です。なので、雪玉が欲しいですね。ここで雪まで行っちゃう。雪がない。雪がないが、ウッドでなんとか。え？やばい？これ守られるとさすがにやばいので、もう一回行きましょうか。で、これには柳雨を使ってくる。使ってこない。OK。さあ、これからも、最後ちょっと危なかったんですけども、まあ、もう、マイティでなんとかなる時代が来ちゃいましたね。びっくり。誰も想像してなかったと思うんですけども、緊急調整でスキルが1コスになり、爆破時間が短くなって、なんか結構ね、強いらしいです。はい。よろしく。ということでやっていきましょうか。カードサイクルがマイティ場にいる、むずいな。ゴブリンバレルから3枚で回る。だからゴブリンバレル、ミラー、ファイスピー、ウッド。スケファイスピーか。スケファイ、ん？スケあったっけこのデッキ。バレル飛ばして、スケファイスピーウッドで回るんですよ。だから、バレルバレルスケファイスピー、バレルバレルスケファイスピーができるわけですね。
簡単に言うと。それを伝えたかったんですよね。なので、マイティは、まあ、とりあえず困ったらケツから出しとくと思ってもらえればいいかな。よいしょ。で、こっちはね、ウッドが来るのか来ないでと祈りながら、ウッドが来るので、ミイラー吹き矢に頑張ってもらおうか。いやー、これは、攻めどこか左サイドでよかったなー、これ絶対。いや、まあ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 、結構入るんじゃない？さあ、まあ、コア入ってしまえば、もうバレルスキルハイス、ブルルルルスキルハイスの無限ループなんでね。まあ、多分それが強いんでしょうね。で、もう全部吹き矢で回収。で、たまにウッドとか行けたもん打っていくと、もう相手が攻めれないんですよね。もう攻めるタイミングがないっていうので、それはまあチャンピオンの強みですね。チャンピオンは足遅いユニットしかいないので、それがちょっとずるいですね。全体的にチャンピオンを下方するならば、走るのを遅くするっていうのがね、結構大事な気がしますけどね。あ、じゃあ、遅くしたらもっと強くなる。走るのを速くする。歩くのを速くするですね。もう日本語は難しいですね。さあ、で、ここはもう絶対1コス関係で受けていきたいと思うので、ファイスピもそばにいると、分刺されすぎじゃない？大丈夫それ。吹き矢で。吹き矢で線まで削ってんな。さあ、で、あ、でもマジでマイティと吹き矢使わなきゃ、相手のこれ耐えれないからな。男の許容。男の許容。さあ、許容。いやー、いい許容です。で、相手はね、今、使ったね。使ったねということは、もう雪玉をね、おめでとうございます。いや、ファイブボーイがある？よし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 。で、こんだけ入れば十分ですよ。で、またマイティでね。まあ、さすがに右サイかな、クロス。ちょっと警戒しながらね。うん。で、まあ、これはもうどっちかしかね、仕分けないので、こっちにも攻めながら行くと、まあ、何かは通るね。そう、クロスは通りません。そして僕のゴブリンバレル明けが入って吹き矢がほんま、寄りすぎじゃない？大丈夫？肺活量、えぐ？羨ましいわ。ね、水泳とかも僕ね、苦手な方なので、吹き矢の肺活量が欲しいね。こんだけあれば、無限に泳ぎそうだわ。ナイス、吹き矢ちゃん。いいね。まあ、吹き矢ミラー、バレルミラー、とりあえずのマイティ、ウッドミラーであったりとか。もっと強いかな。さあ、よろしくね。一旦飛ばして。いや、マイティな。ここまで優秀になるとでも思わなかったっすね、ガチで。いや、ここ最近チャンピオンがね、まあ、どれも強いんですけど、なんかランクがね、つけにくいっすね。もう一番強いチャンピオン何ってなった時に、ダルさん、マジでなんだろうな。普通にむずいわ。マルチだけで考えると、いや、ワンチャンマイティナンバーワン来れるぐらいの活躍というか、最近のね、人気度ではあるっすね。いや、スケキン、マーチャクインもコルナインも全部いるんすよね。だから今、なんか個人的にはもうチャンピオン全部一緒ぐらいというか、もうどれもそこそこのぶっ壊れ。なんかどれも強いっすね。なんかチャンピオンに安定が訪れましたね。まあ、チャンピオン以外を含めるとちょっと強すぎるんですけど。あん！見なかったことにしてください。延命ね。雪玉あるから延命しやすいね。さあ、バレルも飛ばしてこう。で、今回の相手は、来ましたね。まあ、ラバディガーですよ。で、嫌な雨のことなので、まあ、見てわかるきついやつです。はい。ホバーがきついし、スケドラもきついし、ラバーもきついし、何もかもがきついんですよ。そう、何もかもがきつい相手をしっかり倒していきたいですね。え、待って、俺の吹き矢なんか消えてるんだけど。え、待って。ちょ、俺の吹き矢がマジで、なんで？あー、これは、でもな、ここの、吹き矢さえ残れば何でもいいんですよ。よしよしよし。A1 におるやんけ、吹き矢。まあ、ゴリゴリ攻めて、左も攻めて、まあ、降りたいですね。しっかり。いや、これ、潜る意味あんのか。いや、ワンチャン潜って、
いやー、ちょっと悩むとこですね、今の。いや、でもこれは、2枚飛ばしたのは、待って、バカだった。待って、バカだった。絶対バカだった。でも追いつかなきゃいけない。あ？あれ？普通に負けたな。あれ？普通に負けたな。ちょっと待って、これ。見なかったことにしてほしいな。いや、これは、100点のプレイができれば、勝てます。今の僕のプレイは、3点です。はい。3点も上げれないですね。もう0点。失格ですね。いや、これはもうマジで僕が雑魚下手だっただけなんで。ちょっと、もう一回来い。もう一回ラバ掘りくれば、しばきます。いや、マジで多分、まあ、吹き矢ミラーであるったり、まあ、バレルミラーで、多分、マジで両サイゴリゴリ振れば、全然勝てる相手だと思うんですよね。いや、本当になんか、すべてがね、うまくいかなかったの。本当に恥ずかしい。さあ、で、今回の相手は、スリーマスケちゃいますの、言うて、ムカキング。フーチーさんじゃん。ムカキンキングですね。さあ、いやベビードラゴルナ言うのは結構珍しいな。ペッカラムとか。ペッカラムだったらって考えて、内側とかにやるとタルババを空振る。おーん。ええやん、ええやん。で、次は相手は雪玉で守ってきます。なので、雪玉を俺が添えちゃう。そうすると、雪の遅延同士で、なるほどね。さあ、マイティと、ウッドで、ええ感じに耐えれそう。で、今回は、タルババがないサイクル。ってことは、攻めすぎぐらいがちょうどいい。これ結構入るんじゃない？ああ、いい受けだな。さあ、しっかりマイティに、ゴルナエの髪の毛削ってほしいな、もうちょっと。いやー、ちょっとやばいかな。これ走っちゃうね。走っちゃうよねーと思いながら、しょうがない。いや、走んないでと思いながら、いや、強いなー。ガチで。黄色いジジイ最近やばくないですか？ガチで。チャンピオンどれも強いかなー、まあ。まあ、まあ、めっちゃ大きめにいっちゃおう。なんとも言えない攻めをしてしもうたな。今のユウの釣りたかったんだけどな、釣れなかったっすね。いや、流れは悪くない。これでもう僕、両サイ攻めれるんで、相手からしたらね、結構嫌だと思うんですよね。両サイ来られる可能性があるのは。なんか、ウッド2回とかでもいい。いや、変なことしてる？いや、ケツペは相手絶対できない。した瞬間終わるからね。ライトニング打つのかな？マイティに当たってない。タル内側目がいいね。いやー、これケツマイティしてバレル飛ばしまくりたいね。あれ、なんかダメージ入ってんな。結局ケツマイティみたいなとこある。いや、めっちゃいい。いや、マイティさてはいらない。いや、マジでさ、こんなんしときゃさ、ダメージ通らんかな。ヤンキーすぎ？いや、ヤンキーぐらいがちょうどオッケー。いや、もうバレルぶっぱしてるだけなんだけどね。オッケー、危ない危ない危ない。怖いね。いや、マジゴルナイがね、ガチで怖すぎるよね。さあ、ウーシーやね。ウーシーさんね、よろしく。ほら、インスピー。マイティでバレルバレル。スケファイスピ、バレバレスケファイスピ、そのサイクルをしたい。なので、ケツマイティ出しとくなんですけど、あちゃーはきちいな。クロスやないかいって言って。クロスはね、あれ違う。なんだこれ、なんだこれ。
マジでアーチャーはねクロスかホグぐらいでしか見ないので、なんじゃこりゃ、怖いですね。アーチャーゴブリン取るね。あ、ドリルです。さあドリラーでしたね。俺のファイスピラタイムが下手。いやマジで珍しいな。でもトルネだけなんじゃない、もしかしたら呪文が。あーウッドマンのね、いやウッドマンのちょっとやだね個人的に。さあでしっかりトルネードも使って耐えてくると。でこれ絶対走ってくるんでファイスピ。でまあゴブリンとか来るかな、ステディか。あーちゃおいし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 、いやーちょっと変わったドリルデッキですねマジで。ちょっとどころじゃないけど、いやー結構厄介だな。ゴブリンどけてくれないな。高回転、高回転ってほどでもないけどね。ウッディとゴブリン、いやキング起動されたのは痛いね。まあ、あとゴルナイがめんどくさいかな。ぐらいっすよね。さあ、まあ、飛ばし毒。なるほどね。うわ、渋い。待って、めっちゃ強いじゃん。あ、でもここだ。さあ、いろいろ。うわ、アーチャー強っ。ちょっと待って待って。アーチ今びっくりするぐらい強かったんだけど。痛い、やばい。アーチもロケットバル、え、なんも通らん。ちょっと待ってよ、トルネが強いな。トルネが強い。ゴリラも強い。いやでもワンチャンをつかみたいね。耐える。まあ吹き矢にウッド使わしてかな。でトルネードこれは勝てんのか。いやでもいい防衛してんだけどね、いい防衛してんだけど、マジ全然通る気配がない。いや、でかい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 、マジでかい。ケツマイティしたいけどな。いや耐えてるねまだ。いやー渋いなーこれ。最初にキング起動されたのとロマー、まあきつかったっすねさあという負けちったなー。でもこのデッキで世界上位いけるってやばいよねマジで。本当に強いのかってちょっと疑っちゃうんですけども、皆さんもぜひねこちら海外の人らが上がってます使ってますということで、まあ、マイティなかったらちょっとむずいかもしれないんですけど、ぜひね高回転コーツ使ってみてください。よければチャンネル登録もねお願いします。ではお疲れ様でした。